しげはるチャンネル僕らの国会。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。令和6年2月22日に収録を行っています。今回のテーマはナワリヌイ氏暗殺をなぜ見えるかということで、ちょっと噛みそうになっちゃいました。僕のせいですけど、ちょっと正直表情が一気に暗くなったと思うんですけど、これって本当にあまりにも無謀すぎるんじゃないかと、あんまりにもひどすぎるっていうのが僕の今のプーチン大統領に対する実感なので、安倍さんが健在の時に山口県でね、膝を交えて話す機会を作ったら大遅刻してこられてね、プーチンさんいつもそうなんですけど、はい、そうですね、安倍さんじーっと我慢して待ってたけど、でもあんな大遅刻して北方領土で譲らないプーチンさんであっても、今回のことはもうあまりにも今までのプーチン像を破壊するっていうか、今までもいいとは言わないけど、独裁者に違いないけど、ロシアの普通の人々にとってもプーチン問題じゃなくてやっぱりロシア問題になっちゃって、例えばチャイコフスキーを生んだロシアね、文学的にもドストエフスキー、トルストイ、ソルジェニツィンを生んだロシア、要するに音楽とか美術もそうだし文学もすごい国なんだけど、こういう人が活躍できなくなっちゃうんですよ、今現にスポーツ選手がもう試合できなくなったりしてるでしょ。そうですね。だからそのことを考えたらもう全ての意味を込めて あまりにもひどすぎるから、3月の大統領選挙の結果を認めるなと、そのナワリヌイさんの奥様がね、奥さんだって何が起きるか分かんないよ今後。そうですね。お母さんも遺体を返してくださいとおっしゃってるお母さんも今後何が起きるか分かんない、それぐらいひどい状況になってるわけですよ。でもサムネイルでなぜ見えるかと、見えるかってことは僕は実は嫌いなんですよ、嫌いだけど、こういうはっきりと妙な日本語使いたくないけど、でも今回はあえて使ったのは、これはっきりいやもちろんロシア政府は違う違うと、死因に不審はないと、言ってるのに遺体は引き渡さないと、変ですよね、ね、はい、その通り変なんだけど、これ独裁者の下で働いてる例えばショイグ国防大臣も含めていろんな人たちと、やっぱプーチンさんはこんなに違いがあると思ってて、これは僕の責任で言いますが、プーチンさんは明らかに見える化してるんですよ、見えるようにやってるんですよ、はい、わざとこれを明らかに、我々がしかも3月の大統領選挙を前にして殺したんだよと、一生懸命いや不審はないって言ってんだけど下の方は、でも本体はそうだよと、逆らうとこうなるよと、大統領選挙で8割5分以上の有権者入れないと一般民衆も何が起きるか分かんないよと、一般民衆すら脅してるんです。もちろん、はあ、それで、はい、人間って逆にすごいなと思うけど、ロシアの元下院議員で大統領選挙に出ようと今もね、もうとっくに資格剥奪されてるのに、ナワリヌイさん殺されてもまだやってる人いるんだよ、それで独裁者ってやっぱりこれ以上不安に駆られる人間はいないと言ってもいいから、それは習近平国家主席も、金正恩総書記もやっぱよく似てて、もう不安不安だから、だから大統領選挙で例えば一応僕も含めて西側の情報に関係した人間が思ってるのは、共通して意見がこう一致してくるのは、2割とか批判票出たらもうプーチンさん民衆に対しても何するか分かんない、だからなぜその数字なのかよく分かんないけど、でも全て総合するとやっぱり最低8割5分を取りたいと、ウラジミル・プーチンって名前を入れてくれる人を、できれば9割とか9割5分とかにしたいと、7割でも十分独裁成立すると思うんだけど、それじゃダメだそうですよ。そこを気にしてるんですか。そこです。だから当落なんか気にしてない。へえ。それで、このことは例えば習近平国家主席の今後、もちろんもっと
独裁色が強い北朝鮮の体制にも影響して全部日本の隣人で全部核保有国で、しかもウクライナ戦争で核抑止力の概念は実は僕はずっと前の国会質問で質問しましたよ。実は核の傘とかそういう理論壊れてるじゃないですか。だってロシアに比べてアメリカははるかに強大な核を持ってるけど、ロシアが一言ね、要するにプーチンさん本人も本当は含めてだけど、一度プーチンさんを首相にして大統領返り咲くためにわざわざしばらく大統領だったメドベージェフさんっているでしょ、はい、今も健在なんだけど、その人は核使え使えって言って、ね、うんうん、でメドベージェフさんの言ってることは表向きはウクライナに核使えなんだけど、はい、あれ聞いてるアメリカ側はあるいは NATO の側はみんなうちに使うっていうふうに聞こえるわけ、うん、ウクライナはどこに落とすのかと、そうじゃなくてもしも米軍が一兵たりとも戦う兵士として入ってきたら、今 CIA の工作員は間違いなく入ってるけど、そうじゃなくて例えばアメリカの地上兵力が例えば一個小隊でも入ってきたら、うん、ワシントンに核を落とすぞと、ね、はい、それ一言言えばですよ、一言言えばアメリカはどれだけ核持ってても全然抑止力になってないわけです、うん、その核戦争は起きないっていう意味では抑止力は効いてるように見えるけど、ウクライナはどんどん侵食されてるわけですよ、うん、そうするとこれ久しぶりに地球儀だけど、今ここで起きてることだけど、これをここで見たらね、じゃあ習近平国家主席が決心してね、むしろ独裁色を今強めてるでしょ、うん、香港ももっと厳しくなってるじゃないですか、はい、それどころか前の収録で言った通り中国経済良くないって言っただけで一族郎党を葬られると、うん、だから経済評論家がもう仕事実質なくなったような状態、はい、でその中国の国家主席の習近平さんが台湾をやっぱりやろうと決心した時に、うん、アメリカ近づくなと、すぐここに在日米軍基地があるんだけど、でもそこから出たら撃つぞと、うん、ここにプーチンさんと同じように、でそれも例えば李強首相でも何でもいいよ、自分じゃない人に言わせてこの台湾に使うかもしれないみたいなことをね、独裁者にとっては誰が失格したって言うわけだから、うん、言わせて、でもアメリカ人も誰も特にアメリカ人は、うん、いや米兵があるいは米海軍がこのハワイから僕の信頼するアキリの司令官も含めてこうやってくるとワシントンに打ち込まれると、うん、ね、その能力あるよと、もう最近中国の核戦力がものすごく大きくなってるから、うん、そうすると台湾を実際攻めていった時に米軍全く動かない、はい、米軍動かないのに日本がどうかできるか全くできませんというのがう、ね、ウクライナ戦争によって今現実なものになりつつあるわけですよ、うん、ですから大統領選挙が近づく時にプーチンさんは下がいやいや違います違いますって言ってるのに、そうだよ見てわかるだろこうなるんだよ、じゃあ例えば中国だったら例えば全人代とか中国共産党大会、共産党大会定期的になってるからその前にってことは十分あり得る、もうこれ波及してるとすでに、うん、北朝鮮にも同じことがいちいち言いませんが起きてくる、だから それぐらいの事態になってるのがナワリヌイさんの不審死、もう世界の誰もが暗殺と思ってる事態、うん、だから世界がどんどん悪い方向に行ってるっていうのはそういうことも含めて申し上げてるわけです、うん、日本への影響は日本はアジアの民主主義のリーダーなんで一番大きいと言わざるを得ないですよね。どうしてもヨーロッパのことだと思うんだよね、ウクライナの戦争を、違います、ロシア問題です。そうですね、はいはい、お話を聞いてると逆にそのナワリヌイさんのこう殺害を知ったロシア国民は選挙で危機感を持って反対の票を選ぶんじゃないかと思うんですが、そうではないですか。それはやっぱり三浦真美秘書も僕も民主主義の社会で育ったから、うん、そう思うんだけど、うん、僕はロシアも含めてチャイナも含めて北朝鮮は実は入れないんですけど、入れないって北朝鮮はそう言ってるんじゃなくて何度かその拉致会社救出のための包丁も含めて入ろうとして政府側に止められて、うんうん、だから北朝鮮は入れなくてもチャイナとかロシアは何度も何度も入ってるんで、はい、ディクテラシー独裁ってのはどういうものかっていうのをよく知ってるんで、だから知り合いのロシア人も含めてよくわかります。もう逆にプチン、うん、プチンに入れる、プチンに入れる、
自分の身に危険が及ぶ、これはね、だから僕らの住んでる社会と全く違うことを考えてもらうと、三浦秘書が誰に入れるか、入れたかって、あの投票の秘密ちゃんともらうって分かんないでしょ。ロシアは全部分かりますよ、ね、チャイナも全部です、全部分かる、庶民の隅々まで。はい、だからもちろんプーチンさんに投票する人がどっと増える。なるほど。どんだけ恐ろしいことが隣で起きてるかって。そうですね、遠いヨーロッパのウクライナで起きてるって話じゃないんですよ。はい、はいはいはい、ありがとうございます。では今回のテーマは以上にしまして、今回は1000にいただいた感想をご紹介します。1000、を手にして2週間、まさに今時を得た希望の書ですね。ハラハラドキドキワクワクしながら一気に読了いたしましたが、青山さんに押し寄せるだろう困難と途方もない苦難が思われて、その尊いご決意をありがたく受け止めることを、戸惑っておりました。テレビをつければハロウィン騒動がトップニュースで、昨年10月にいただいた感想ですね。ハロウィン騒動がトップニュースで、ガザの地獄も拉致問題も多くの人たちにとっては人事なのかと暗淡たる思いです。安倍総理がご存命ならば、ガザで命を失う人々を幾ばくかでも救えただろうに、そう思うと自分のことだけしか考えなかった犯人の底なしの罪深さを感じます。そして同時期に生きる私にも責任は免れません。日本人は総理から一般国民まで、狭く自分のことばかりなのでしょうか。いいえ、日本はそんな国ではありませんよね。青山さんや優斗くんや垂水大使やすごい、優斗くんがすごいところに多くの頼もしい多くの頼もしい日本男児に頼ってもよろしいでしょうか。よろしいです。この先どんな展開が待ち受けているか分かりませんが、日本がよみがえる日のためにワクワクしながら私もついてまいります。天のご意志が青山さんの純粋なお志を後押しすることを信じます、という感想をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。総裁選ね、はい、依然として、あの私の名前は絶対マスメディアに出さないじゃないですか。はい、ね、麻生発言の後に上川さんの名前などはどっと出るようになって、高橋さん前からちゃんと出る、私の名前だけは絶対出ないですよね。なのに公式に出馬宣言したのは私一人、これってね、別にあの無理して言うんじゃなくて痛快な話やなつまり今のメディアは本当に今の利益構造で生きてるんですよ。でそれを根っこからひっくり返すってことをやるだろうし、で現にメディアだけじゃなくてロシア、北朝鮮、チャイナがどれほど僕の周りを洗ってるかって実はある程度分かってる、ね、それでもそういうことをこう、まあ、でっち上げが今後行われるんじゃないかと思うんだけど、でっち上げはまあ独裁者の常套手段ですから、まあ、いずれにしてもですね、そういうことまでやらないとこのひっくり返す目を詰めないっていうのはもうマスメディアにとっては絶対名前出せないんだよね。で連日もう NTT 株を萩生田さんが売って儲けるんじゃないかと、いや損違いないとかと一緒にメディアが全然出さないのはどうしてなんですかってくるんですが、いいんじゃないですか。ただ一般の人にとっては全然知られないと、その通りでね、党員投票になった時に僕はいくら1位って2年連続1位って言ってもそうじゃない党員の方がはるかに多いから、はい、全体で百何十万もいるわけですからね。だから当然メディアで取り上げた方がプラスと思うでしょうが、いやそんなのは考えないですね。それとミヤネ屋に2回出て一般の人からも随分来たでしょ。いや全然来ないです。今みんなテレビ見ないんだよ。はい、そうですね、はい、ちょっと話がそれましたが、はい、どうぞ。はい、ぜひ感想を青山のブログのコメントまでお寄せください。お待ちしております、はい、お待ちしてます。そして独立講演会のご案内です、はい、3月の20日東京にて開催されます。こちらのお申し込み期日が迫っています。2月の27日13時までです。ぜひお越しください。なんか日の設定が良くないということで、少ないらしいですから、最新の情報を聞いてないけど、
全然わかんないからね、僕は運営タッチしてないから。ただなんとなくですけど少ないようだなということは、あの最近抽選で外れる人多いんで当たる確率がダントツに高いと思います、うんうん、4月になったらまた抽選が厳しくなるんじゃないかと思うんで、まあ、あの本当にお彼岸の日と重なってるってのは僕自身実は納得できないですけど、もし上にタッチしてたら絶対ありえないけど、私は関与する権限も決定する権限もないので、残念ですが3月20日に行われるんで、なんとか両立しておいていただきたいと思います。でその時にいつも申す通り、自由民主党が嫌いな人ほど党員になってくださると、うん、よりそうか、青山の野郎が総裁選出てくるってことは今までの自由民主党がひっくり返るんだなというね、今の利益構造を守りたい方々にとってより大切な話になりますから、申し込んでくだされば三浦秘書がお答えします。はい、はい、動画の下の説明部分概要欄の URL から、お申し込みください。お待ちしております。アナログで大変なんだけど、アナログだからこそ一人一人と向かい合ってるって実感あるでしょ。あれ凍りついてる。はい、そしてですね、通り何度も言ったんですよデジタル化しましょう、はい、今も言い続けています。はい、はいはい、最後にチャンネル登録シリーズスキー編ですね。スキー編っていうだけでもう顔がニコニコなっちゃうんですけどくどいですけど、その雪なし育ちでスキーやってるっていう立場から言うとね、中級から上級、自分でも上級生から例えば検定試験受ける人は2級から1級に受けようとするときに、コブ斜面ね、はい、コブ、それ一つの壁だと思うんだよね。うーん、それで僕のこの勝手な考えですよ、それ、はい、で競技の世界ってコブじゃないので、それちょっと違う世界であるんですが、ただ競技だけはもちろん好きじゃないから、コブ斜面克服したいと思ってる人はきっと好きに関心ある人は多いと思うんですよ。それでまあよく言われることはあるけど、コブは2つしかなくてね、滑り方が。え、コブ嫌い？いやね、コブどういう、そう、やったことないので、ああどういう感じなんだろう。コブコブの斜面っていうのは見たことあるでしょ。あります、あります、うん、だから上に乗っかるか、コブの下を辿っていくか、2つしかないんですよ。はいはい、それでとっつきやすいのは斜度がそうでもなければ、そのコブの間の隙間を行くのは実はそう難しくないです。難しいと思っちゃうと難しくなる。でコブの上に上がるとですね、何が楽しいかというと、見てもふんふんになるわけです。はい、ふんなってます。ふんなってる。と入れていくと、コブの斜面横をキンと切っていくから、ですぐコブ来るから、その時に体をこう伸ばして抜擢する癖は変えないといけないんですよ。必ず膝を抱えないといけない。コブの上で突っ立つわけにいかないから、うんうん、今ので終わりって言ってもいいんです。あとは思い切ってやるだけ、はい、ただしですね、ちょっと今のと逆の話するけど、コブを克服したいって人はそうだけど、無理にやらなくてもいいと思う。というのはちょっと怪我する恐れがあるのと、苗場とかのコブの急斜面だと上から例えば上級者がスピードつけて滑っていくと見えない、コブの間で転んでる人が。ああ、そうなんですね。それで危ない。たった今の苗場かどうか分かんないけど、苗場って日本のスキー場どこでもこうやってリフトで上に上げちゃうじゃないですか。はい、そうコブしか滑るとかなかったりすると、うんうんうん、コブの間ですごい時には本当初心者の方も倒れたりするわけ。うん、そうすると夕方で人が空いてても大丈夫と思って、結構な高速でコブを抜けていこうとすると、そこに人が倒れてて事故ってのあるから、だいぶ自信がつくまでは無理しない方がいいと思うんだよな。そういったらいつまでもできないって言われるかもしれないけど、でもスキーで一番怖いのは怪我でしょ。うん、で僕自身も例えばここでまさかぶつかってこないだろうっていうところで、暴動の人ばっかりだけどやっぱりぶつけられて、実は骨折もしてるんですよ。うんうん、でその人を追及したりしないけど、こんなこと言っていいかどうか分かんないけど、やっぱ死者が出ててあんまニュースになんない。うんうん、
はい、スキーって毎年のように死者が出るんですよ。それ考えたらコブは無理しない方がいいと思う、うん、ただあの覚えると忘れられないあの一緒の遊びとして、うんうん、はい、それで競技におけるコブって何なのかって次に言いますが、今回のチャンネル登録はですね、はい、僕自身が苗場であのもう本当に人がいないと思って機嫌よくあのコブを滑ってた時にその倒れ込んでる人に遭遇して、もうあの時の恐怖感は忘れられないです、はい、だからコブにあの逆に上がって避けましたけど、こういう恐怖ってさ、あのサーフィンね、サーフィン下手ですけど、いきなり板の上に立つことができて、ボードの上にあのお兄ちゃんが、ハワイの一緒にいたお兄ちゃんが、お前なんで立てんだって言われるから、いや俺はスキーってなってるって。スキーってなんだって聞かれて、スキーやらないんですか。いやさ、人によるだろうけど、うん、あの時もこの立ってさ、まだターン分かんない、ドーンっていくじゃないですか。そうすると人がいるわけだよそれで、はい、当然英語で逃げてって言うんだけど、なんかもうあの時はもう本当にもう全身真っ青で、急にだって始めてからまだ1時間経ってないから、だからターンなんて分かんないじゃないですか。はいはい、うん、はいはい、でその時思い出しましたがチャンネル登録はあの苗場のコブの間に倒れてらしたあの女性の方、あの無事でしたからね、あの時は。その後多分すごいスキアになっておられると思うんで、チャンネル登録お願いします。はい、皆さんぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。